K1 ワールドグランプリクルーザー級タイトルマッチ3分3ラウンド延長1ラウンド制です。一旦チャンピオンカリミナンからベルトが返還されました。それを見合ってうんうんとうなずいたのがチャレンジャーの加藤です。スーパーファイトに続いてタイトルマッチ、今大会では4試合行われることになっています。K-1 ワールドグランプリクルーザー級タイトルマッチを行います。アウトは挑戦者185センチ、89.3kg、日本アライブ加藤秀明。打たれ強いなら、やっぱり KO とチャレンジャー加藤秀明36歳。赤コーナー200センチ、90kg、イラン岩崎レアテックスが K-1 ワールドグランプリクルーザー級王者、シダカリミアン。初代王者初防衛戦、チャンピオンになってもシナカリミアン、私はまだまだと謙虚さもあります、忘れていません。イランの英雄と評されています。さあ関根さん、はい、シナカリミアンへは母国でも応援が凄まじいようですが、もう日本でもファンを掴んでますよね。そうですよね、あの真面目なね、あの本当に武道家っていう感じで。そしてやっぱり立つと200センチ並ぶと、クルーザー級では大きいですよね、大きい。ヘビー級でも2メートルって大きい方ですからね。そうですよね、ただ加藤選手は動きがいいから。そしてやっぱり左のパンチ、ハンドボールの日本代表ですからね。そうですね、運動神経は抜群ですよ。さらに柔道空道歴があります。そして MMA でもベラトールでの活躍、飛び込んで走り込んでのキック、いや下段の蹴りというべきか、青いグローブチャレンジャーサウスポースタイルからガンガン打ち込んできます。マサトさん、意を決しましたかね。 いいですね、加藤選手ね、スタートダッシュかけましたね。お互い負けなしですからね、左の拳は赤いグローブのチャンピオン、初防衛戦カリミアン、右から左2段構えの飛び膝。いや、クルーザー級90キロリミット、やっぱりここは久松さん、迫力もありますね。迫力すごいですね。これローキック狙ってますね。まずローから、あの K-1 に出る前だった立ち技の試合はローキックで倒してるんですよね。そうですね、なんでパンチの印象強いですけど、ローキックも、いいものは持ってますよね。そしてやっぱりこのローキック効かされた、スーパーマンパンチですか、得意の、あれが入りやすくなりますよね。飛び込んでですよね、打ち込んでいく、特に左のボール仕込みのパンチですよね、ボールをグローブに持ち替えてという青いグローブの加藤です。名古屋はアライブ所属、対してウィラサフレックフェアテックス、イランからのチャンピオン誕生、シナカリミア。あと加藤選手、そのベラトールってアメリカの大会で MMA の試合の時でも結構ね、背が大きい選手と戦ってるんで、まあこういう大きい相手とはね、やり慣れてると思うんですよね。まあそうですよね、そのかの地ではもう大抵自分より大きいからというふうにもコメントしています。そして雅人さん、加藤がその自分から攻めることと間合いというキーワードを挙げましたね。まあでもそうですね、まあカリミアン、お前の出てきた、カリミアンが2メートルありますからね、こう懐が深いっていう意味での間合いっていうことを言ったんじゃないですかね。これも右、なかなか、ただ距離は全く気になってないと思いますね。ああ今もそうですか、ただカリミアンがこう前に出ると、カット想像以上に疲れてますよね。この段階で体力相当消耗してますよ、やっぱりあれだけ大きい選手が前に出られると、もうそれだけで疲れますね。いざ、溝落ちのあたり捉えたか。カリミア大きい割に速いんですよね。飛びます、前蹴り。あと技が多彩ですね。数多い。膝から前蹴り。いや、疲れてますよ。おお、そうですね。加藤はそこは気になる。足を捉えてはいけません。あ、口を開いて呼吸しています。マウスピースが見えているチャレンジャー加藤。でも中村さん、これがありますからね。やっとね、加藤選手一発で効かせますからね。動きが止まったカリミア。おお。わあ、一発。バックブロー。そこにテンプルツルメ打ち。カリミアもあのクルーザー級トーナメントの時タフでしたからね。もらってもそれもありました。倒れなかったですよね。今も飛び込んでいきましたね。
カリミアは食らっても食らっても和田いなり食らってもまだ倒れない。そこからの反撃、それが真骨頂でもあります。さあ第1ラウンド動きを見ていた加藤、ここでラウンド終了です。さあ関根さん、はい、もういきなりこれ一番上のステージまで行きましたかね。すごいですね。ちょっと危なかったんですけども、加藤選手の左にフックがね、はい、当たったらぐらつきましたよね。動きも止まりました、ね、これ魅力ですね、やっぱり加藤選手の、一発があるって、あの破壊力、やっぱり日本人ファイターでこれがあればなというところ持ってますね。カリビア、あれからちょっとね、はい、前出なくなりましたもんね。ここで足が止まっています。ちょっとね、警戒しましたよね。やっぱりあれだけパンチがあるなと思うと、やっぱり警戒しますよね。そう入り簡単には入れなくなってきますよね。そうさせたチャレンジャーの加藤です。昨年6月は上原誠さんに判定勝ち、11月はルイを KO、 3戦目での K1 王座挑戦。もう一歩リーチをかけた状態です。さあ対して昨年9月ボロボロになりながらチャンピオンに輝いた白カリミア、さあ初防衛戦です。日本が住んでいると言われている最初の防衛戦、それでもカリビア前に出てきた。ローがいいですね。ローキックやっぱり一つローキックいいですね。柱ありますよね。加藤の攻撃は打ち下ろしからハイキック、カリミアンも放ってまいります。さあサウスポースタイルで青いグローブの加藤、またここから狙いをやっぱりダメ直すか。加藤も足を効かせてから左ストレートを当てたいんでしょうね。段階がなければということですか。やっぱり下下行ってその後左、はい、でもカリミアン蹴りもしますよね。またそうですね、蹴りもあるし、あとリーチがあるんで、ローに合わせてスーパーマンパンチ、はい、パンチ打ってくるんですよね。そうですね、怖いですね、あれが。本当に関根さん、これ入りづらいんでしょうね、加藤は。内へ内へ、そして長距離砲は左があるんですが、長い一発といえばカリミアンもロングリーチ、そして足、膝、威力も十分です。いや久松さん、ここまでどうですか。そうですね、もう迫力がすごいの。でもスーパーマンパンチ見たいですよね。加藤何発か、はい、そのモーションを見せましたよね、はい、そして左のフックが強いのが加藤、右のストレートでカリミア。さあ第2ラウンドも残り半分になろうとしていますが、ここでローキック走らせていくのが加藤。お前にトーム、膝膝、そしてテンプルへ。いやいや、あれ模様となったか。ちょっと効いたんじゃないか、加藤危うし。今クリンチキアからのパンチ、飛び膝だったら右から効いたんじゃないですかね。そうですね、いや効いてるんじゃないかな。バックロー加藤左。さあここをマサトさんどうやり過ごすかですよね。加藤もやっぱこう、それでも左下がってるとね、やっぱやられちゃうんで。カウンターの左もあります。それ分かってますよね、やっぱり効いてるけどパンチ返してますよね。なんとか必死の攻防を見せていますか。ストレート、右で返すカリビア。結構今の右 きついな、ダメージある。お互い雅人さん効かせてますか。いやでも加藤の方が効いてますよ。加藤、はい、ビハインドは加藤。トーナメントの時もそうでしたけど、カリビアなんかこう吸収しますね。なんかもうあと1本とかでと攻撃のパンチとかあんまクリーンヒットしてないですよね。効いているはずですよね。逆に自分の攻撃が当たった相手が消耗していくっていうか、やっぱそれは2メーターあるからなんですよね。そうですね、大きいっていう。おお、右のストレート、左ストレートは加藤。いや一発一発ドカーンドカーンと反発にもならない、そんな局面もあります。あと10秒を切りました。クルーザー級タイトルマッチ、加藤は苦しいか。さあ耐えることができるか。このラウンドカリミアン追いかける、そこに胴回し回転蹴り。その直後第2ラウンド終了です。さあ雅人さん、お互いだいぶ試合を動かしたと見えました。だいぶカリミアンペースになってきましたよね。カリミアンチャンピオン、この連打ですよね。この組み際からのだいぶ消耗させられたと思いますよ。さらにやっぱりクルーザー級のパンチですからね、ここ。そうですね、ちょっとテンプルの裏から後頭部に近いくらいのところ戦ってましたからね。もうその脳が揺れるっていうレベルのパンチだとちょっと揺れたと思いますね。
や久松さん、いよいよ最終、はい、第3ラウンドを迎えます。どうですか、もうカリミアン選手やっぱりなんかすごい体力ありますよね。トーナメントもその時もすごい思ったんですけど、そう組んでも強いですよね、押し込む力がすごい。さあ K1 ワールドグランプリクルーザー級タイトルマッチ、シナカリミアン初代王者初防衛戦、ローキックで加藤久希、日本の希望です。そこに右のストレート、イランの英雄カリミアン飛び込む。中村さん、カリミアン果敢ですね。そうですね、こう逆に出てきましたね、一気に。このはもう3ラウンドでこう勝負を、ね、終わらせようっていう、はい、あの気持ちが出てますね。延長戦突入はないというメッセージ、カリミアンが打ち出しています。さあ、マサトさん、はい、今加藤サイドでセコンドにつくとしたらどんな言葉かけますか。まあもう前出るしかないですよね、まあローキ、まあ、とにかくローケって言って、はい、で一発パンチを当てろっていうことですよね。いや、それでも手数でもカリミアン、加藤選手は一発で攻撃力がすごく強いんですけど、逆にその分あんまりこう、ね、技の引き出しとかバリエーションが多いタイプではないと思うので、あのどうね、さっきのローとパンチ、はい、そこで組み立ててかなんですけど、はい、と思うんですけどね。確かにアメリカの試合でも苦しくなった時はその左に頼りしてしまった時ということもありましたね、はい、それも必死にしのぎ切ってきた加藤。この K1 の埼玉の大舞台、勲章にあと一歩という一戦です。関根さん、このラウンドどう映ってるんでしょうか。そう、ちょっと疲れた感じが、加藤選手ちょっと疲れたかなっていう感じですね。カリミアンもそうでしょうけれどもね。そうですね、ですがですが、より前に出てくる距離感を作っているのはチャンピオンのように見えます。中村さん、ちょっと加藤の手数減りました、はい、そうですね、やっぱこう同じように戦ってやっぱ消耗してる感じは目立ちますよね。その後ミドルキックのフォローもしっかり放っていくカリミアンです。アゴエは左、もう一発右、やっぱ下がらせられながら上に、上にいる相手に殴ってるんで、やっぱちょっと効かないですよね、基本ちょっとパンチ本来のものではありませんか。ローキックはカリミアンもまたここに来て球数を増やしてきた。思い切って左オーバーハンドは加藤、あーでもここ下がってしまう、でも下がりながらちょっと左狙ってんじゃないかなっていう気がしますね。左ありますか、おう、右入っ、まあでももうそれしかないっていう感じですね、一発当てないとっていう、もうその大砲しかない。あとは球が何発残されているか、加藤久希の左に、いやそれでもマシンガン状態、カリミアンはまだ放ってくる、右ストレートから膝、首を捉えてはいけません。ここはブレイク、ホールディング、チャンピオンに口頭注意1位。でも時間がなくなってきた、あと10秒、勲章へ栄光へ、加藤一発はあるか、左右やった、さらに連打だ、カリミアンを倒せるか、耐えたカリミアン、最後一発効きましたけどね、打ちました、打ち込みましたね、もうちょい早く行きたかったですね、あと少し早く、はい、あと少し多く。3ラウンド終了。さあ、マサトさんにこれリプレイご覧いただきましょう。会場右でしたかね、一発効いたのが、はい、ただまあ倒すにまでは至らなかったですよね。そうですね、このパンチですね、やっぱでも1ラウンドからもうやっぱカリミアンの前に出る圧力が強いのでスタミナ削られましたよね、加藤は。そうですね、上背大きく生かしてというカリミアンでした。200センチ、天を突く、そして手数もスピードもあります。チャンピオン祈るようにチャレンジャー加藤。さあ判定です、ガチ花田30対29、アガカリミアン1票はチャンピオン、30対29、ジャッジ水谷29対28、2人目アガカリミアン、カリミアンです、初防衛成功、アガカリミアン2人が29対28、1人が30対29、ユナニマスデシジョン3対0、 K1 ワールドグランプリ
クルーザー級90キロリミット最強の男はシナ・カリビアンのままです。シナ・カリビアン選手初防衛となりました。さあ、まさとさん、やっぱりその大きさで削ってというところ終始あった、そこにまずつきますかね。そうですね、まあ、そんなにテクニカルな選手ではないですけど、やっぱりこう体格ですよね。このクルーザー級っていう中で2メーターっていう身長で、それだけその2メーターの選手が前に出てこられると、こう多分戦った人にしか分からない圧力っていうのがあると思うんですよね。そこにやっぱ削られたなっていう気がしますね。これこの身長でそのファイトというのはすごいことなわけですよ、ね、やっぱりこう2メーターっていうのも才能ですからね、カリミアンの。これは特訓しても鍛えようのない、生まれ持った才能ですからね。ですね。まあ、加藤とは言葉を交わして、加藤が先にリングを後にしています。関根さんの胸には今どんな思いがあるんですか。はい、やっぱりカリビアンがその2メートルの巨体 でしかもあのオーソドックスな戦い方を、はい、基礎がきっちりできてるんですよ、だから隙がないですよね、で打たれ強いでしょ、はい、で真面目じゃないですか、あの性格が、ね、練習もものすごいしてる感じがする。だからなかなかこのカリミアンを崩すのは難しいですね。そうですね、いや久松さん、はい、私はまだまだなんていう風に発言したり、その一生懸命さっていうのも感じさせるチャンピオンですよね。そうですね。でも会見の時とかはもう結構、はい、威嚇し合ったりしてたと思うんですけど、やっぱりチャンピオン強いなと思いましたね。ここ一番ということでしょうかね。またそのベルトが腰に戻ってまいりました。関根さん、これがイランに伝えられればまた大フィーバーってことになりそうですね。そうですね。これでちょっとね、クルーザー級は、はい、やっぱり長期政権の雰囲気が、あ、ね、確かに、ね、出てきましたけど、ただまだ世界中でね、はい、探すとまた強豪がいそうなんで、はい、またまだ見ぬ強豪もちょっと見てみたいですよね。カリミアンがそうだったわけですよね。そうですね。ありがとうございました。なかなかそのプロの格闘技が、まあ、なかなかと言いますか、ないんですもんね。禁じられていて、イラン国内では行われないということですね。レスリングはもう強いですけど、そうですね、レスリングはね。コメントをいただきます。さあ、チャンピオンです。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。マンゴナマスハミー تصایی که اومدن توی این ورزش‌های بزرگ و من حمایت می‌کنم. この会場に来てくださったファンの皆さん、そして私を応援してくれてくださった皆さんに本当に感謝してます。خیلی خوشحالم که دو مرتبه اومدم توی سایتاما و رینگ کیوان و تونستم از عنوان قهرمانی دفاع کنم. もう一度埼玉の会場に来て、そして K1 で戦ってベルトを守ることができたことを本当に本当に嬉しく思います。تشکر می کنم از کایشو و باشگاه براساکریک و اسپانسرهای من که من حمایت کردن توی این مسابقات و منیجر خیلی خوبم آقای علیرضا شادی. そして私このスポンサーと私を会長にもすごく感謝しています。私のマネージャーにも علیرضا さんにも本当に感謝しています。من میخوام همینجا از آرتون وخیفوف شماره یک دنیا دعوت کنم که با من مبارزه کنه، چون کیوان سازمان خیلی بزرگیه و خیلی خوب تونسته این مسابقات رو برگزار کنه. میخوام که اونو به مبارزه دعوت میکنم. کنگو
アルトン・マティッポフという選手と戦いたいなとは思っています。素晴らしい選手なのでぜひその機会を与えてほしいなとは思っています。تشکر می کنم از همه مردم کشورم این قهرمانی رو تقدیم می کنم پیشا پیش عید نوروز تبریک میگم به همه مردم کشورم قهرمانی رو تقدیم می کنم به تمام مردم کشورم ممنون از همه تون もうすぐイランはお正月なのでこの、優勝をイラン国民の皆さんに、お年玉として与えたいなと思ってます。わたしゃこみこなاز مردم خوب و مهربون ژاپن که من بعد از قهرمانی به کشورم برنگشتم تقریبا 6-7 ماه توی ژاپن هستم از نزدیک تک تک لطفایی که به من کردن محبتایی که به من داشتن حمایتایی که من کردن تشکر میکنم ازشون そして日本のファンの皆さん、この前回の試合で優勝した後に私、ほとんど6ヶ月間日本に滞在してたので、その期間、私をよく応援してくださったことに本当に感謝してます。皆さんはとても親切で優しい国民の方なので、とても嬉しいです。ファノさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、王者志田カルヤ選手に。さて関根さん、はい、もう6ヶ月間日本にいたっていう、そうなんですね。でまあスピーチでも、はい、本当に真面目な人柄で多分一生懸命練習もしてるんでしょうね。それが、やっぱり一挙手一投足だったり、言葉ににじみ出てくるタイプですよね。いや戦い自体は迫力もありスピード、技、アクティブでもありそして初防衛戦を超えたというのは正人さん、はい、これチャンピオンにとってだいぶ気持ちの面でそうですね、やっぱりね、まあ、絶対に守りたいという意識が強いのでまず一つ超えたというのはすごく自信になると思いますよね。そうですね、まだね対戦表明も出してましたね。そうでしたね、はい、さあこの後動向がまた気になります。まず鬼が住んでいると言われる初防衛戦に成功しました。日本最強の男と見られている加藤を下して志田カリミアンです。